では一品キムチ漬け下和牛の炙りを仕込んでいきたいと思います。まあ単純にね、材料はもう簡単です。これですね、まあ霜が降っている、まあ和牛ですね。まあちょっとお値段高いですね。 173g に対して、まあお値段が1500トンで22円ですね。ちょっと結構高いです。あとまあ韓国キムチ、まあお手頃なねグラム数のやつがあったんで、これを買ってきました。まああとはこれ後で使うんですけど、ライムと、レモンです。この4品を使ってちょっとね仕込んでいきます。はい、こちら霜降り和牛ですね。これちょっと切っていきます。ちょっとね均等な大きさにしたいんで、このぐらいあれば OK かな。あ、やっぱちょっとあんま切れないですね。はい、韓国キムチね。あ、あかね。カット。はい、失礼しました。はい、韓国キムチをまあバッと入れて、こう無造作にねやっちゃいましたけど、こうやってとりあえずこうやってうわつけます。しばらく、はい、ちょっとこうカットします。はい、こんな感じでラッピングしまして、例によって冷蔵庫でしばらく漬け込んでおきますね。今日はちょっと混んでますね。芋洗い状態ですね、食材の。ぐっ。さあ、このたっぷりキムチ漬けしたね、この霜降り和牛をですね、炙っていきます。いい匂いがしますね。このキムチと肉の、牛肉の、牛のね焼ける匂いがたまんないですね。いい加減だね。うん、よし、いいかな。そろそろまあ頃合いですね。よし、 OK。キムチ漬け下和牛の炙りでございます。まあさてね、まあ海の幸野菜ときてね、やっぱ人間お肉もね食べないといけないですからね。ちょっとね霜降り和牛のまあキムチ漬けですね。かなりキムチにつけて、うん、もう匂いが香りがね、ほんと和牛のこのねお肉の焼けた香りと、うん、キムチのこの辛みとね酸味、うん、これがまたねいい香りをね出してますね。うん、やっぱ、うん、脂が乗ってて、うん、いいですね。
このね、レモンとライムのね、輪切りの、まあ、サンドイッチ、なんだろう、ハサミ、あのね、交互にね、こう、挟んで盛り付けしてるんだけどね。この、酸味とね、こう、香りがね、ちゃんと、生かされてますね。うん。この、キムチの味わいとね、うん。肉の旨味。そしてこの、柑橘系のね、爽やかさ。それが全部ね、いい感じで、まあ、溶け込み合ってます。うん。うん。やっぱ、和牛の炙りはいいですね。うん。うん。そこで、吉野川。ああ、旨味が、もう行き渡りますね。すべての、六感に。うん。外は、ちょっと今ね、にわか雨がちょっと降ってますね。夜中、今、2時27分ですね。この、夜中の、ミッドナイトの、静けさの中に、この雨だけのこの BGM ですね。うん。もうカエルのね、鳴き声も、ちょっと今、静まって、もうそろそろ寝るのかな？カエルさんは。雨だけの BGM。うん。いい日本酒とね、いいつまみと雨の調べ。なんか贅沢だな。すべてにおいて贅沢だ。うん。肉の旨味が、たまらなく最高。まあ、海の幸もいいんですけど、肉ね。肉にも、本当に合います。このね、なんだろう。和牛のね、霜が降ったね、ちょっとまあ、悪い意味で、ちょっとまあ、脂っこいって意味もあるんですけどね。まあ、霜降りはね。だけど、うん。この、ちょっとしつこさをね、この美味しいお酒。吉野川がね、ちょっと救ってくれるっていうか、うん。なんだろう、このつまみ、まあ、晩酌のね、この宴の拍車をね、まあ、スムーズに、まあ、滑らかにね、このなんだろう、楽しみの、うん。なんつったらかな、ちょっと酔っ払っててね、ちょっともう頭の回転が、そろそろ、回ってこなくなりました。うん。ああ、とにかくいいわ。うん。あ、もう5分語ってますね。そろそろちょっと、次のシーンに行きましょうか。ね。